原口議員、東京の過密を減らすことはむしろ大切では。国民民主党佐賀県選出原口和弘衆議院議員のご講説だ。東京を脱出しようという動きがある。メディアが地方の医療に負荷をかけると否定的に伝えていますが、脆弱なリーダーシップ、当てこすりの嫌味による失敗の連続から逃れようという心理は責められるものではない。仮に検査で感染がないとわかるならば、東京の過密を減らすことはむしろ大切なことではないかと思うと、公然とツイートし、東京からの移動を進めている。国会議員でありながら議会に報告され承認された宣言に背を向けている。実際の被害を挙げよう。青森県八戸市で東京からの一時帰省者が実家家族に感染。複数例で感染拡大中。秋田県由利本荘市で東京からの帰省者が実家家族に感染1例。二次感染者1名。山形県新庄市で東京からの帰省者が実家家族に感染1例。二次感染者3名。さらに親族5名に拡大。3県とも帰省者によって感染が発生した。原口氏は耳目を閉ざしているのか。昨7日夕の緊急事態宣言とともに都内のターミナル駅や空港から東京脱出が増えた。JR 新宿駅高速バスターミナルバスタ新宿は、利用客で溢れ、高速バス乗り場には大型キャリーバッグや荷物を手にした人が目立った。各バスとも夕方には残り席はわずか。格安料金のためか若者の姿が目立った。長野に帰省の大学生、大学の寮がコロナの影響で閉鎖になった。家族とかには移したくないので、できれば帰省したくなかったが、こればっかりは仕方ない。静岡に帰省の大学生、家で一人でいるのが不安だから、こういう時こそ家族といたいと思ったのが一番の決め手、それぞれ生活上で辛い選択があったろう。でも、そのまましばらくその場にじっとしていて、感染拡大がここで収まるか、日本中に拡大してアメリカやイタリアのようになるか、それは国民みんなの意識と行動にかかっている。それだけに野党とはいえ国政に参画している原口議員の発言はひたすら政権落としめが目的の、刹那的衝動的かつ狭い情緒に支配された無責任極まるものだと思う。国会議員でいてはならない。地元選挙区有権者はどう考えているだろうか。